こんにちは、加藤です。ということで本日はね、まあ、いつもの挨拶がね、ちょっとないんですけど、まあ、タイトルをね、見ていただければわかる通り、ちょっと、この一サッカーファン系 YouTuber、うん、サッカー系 YouTuber からしたら、ちょっと悲しいね、出来事が起きてしまいまして、まあ、それについて、えー、軽く触れていこうかな、思っておりますと、うん。で、まずね、回収佐野回収お前何やってんだよ、本当に。お前何してんだよ。 いや、ほんとにね、すごく残念。うん。まずね、事件の、その、あ、何があったかっていうと、シンプルに言うと、あの、元カシマアントラーズで、ついね、この前に、ドイツ、ブンデスリーガ一部のね、マインツに移籍がね、決まった。えー、日本代表の佐野海舟が、えー、逮捕されたと。うん。不動意成功だっけな、確か。で、逮捕されたと。で、7月のね、14日の午前4時に、 まあ、ホテル、うん、で、の出来事で、男が3人、女が1人。で、その男が3人の中に、佐野回収がいて、で、その女性1人が通報したと。うん、ホテルを出て通報して。で、なんかね、他の記事によると、あの、最新のね、記事によると、その、その場で捕まったんじゃなくて、その12時間後ぐらいに、うん、なんか、その、び、あのね、 近くの防犯カメラとかをしっかり確認した上で逮捕されたんだって、その男3人がね。うん。だから、現行犯ではないかな。うん、現行犯ではない。だけど、そのちゃんと調べた上で逮捕されてるから、これは多分ほんと伊藤淳也とかさ、うん。そういうのとは全く違うものなんだろうなっていうのは僕的には思うね。うん。まあ、ちょっとね、7月14日の午前4時、東京の文京区、 うん、俺もね、東京いたんだよね。ちょっと、海舟、お前、お前、言えよ。<laughs> お前、俺にまず言えよ。うん、何やってんだよ、ほんとに。でね、この佐野回収のね、このやらかしがね、あの、結構、なんだね、妥当と、妥当ってはないんだけど、まあまあまあ、まあわかるよねっていうの、出来事があったらしくて、なんか彼ね、高校時代も、ちょっと、 悪いことをね、うん、まあ、喫煙飲酒的な悪いことをして、してたらしいみたいな、それで禁慎処分を喰らったらしいみたいなね、えー、話もなんか出たりしてて、まあ、それは本当かどうかはわかんないから、あんまり動画で言うのはちょっとよろしくないのかもしれないんだけど、で、なんかそれで結構ね、禁慎とかね、高校時代になってたから、その、高校を卒業して J2 の町田に加入したっていう話が、 出てたよね。うん。J1 に行けるぐらいのポテンシャルうん。高卒 J1 でのポテンシャルはあったのに J2 待ちだってあったのはそれが原因って言われてるらしいからね。うん。だからね、個人的にはね、ほんとすごく、ほんとにすごく残念。うん。ちょっと、まあ、なんか、新潟も佐野海舟を高卒の時にあの、高校のね、米子北高校の時に狙ってたらしくて、 うん。新潟来なくてよかったのかなとは、これ、県で思うよね。うん。で、今回ね、佐野回収がやらかしたことについて、あの、佐野のせいでって、佐野回収のせいでどうなっちゃうかっていうのをね、ちょっと、軽くこのホワイトボードに書いてきたから言っていこうかな。うん、こんな感じで。うん。えっと、まず、回収のせいでっていうあれなんだけど、えっと、まず J から分スに直で行くケースが減る。うん。これに関してなんだけど、最近ね、その、 J から、まあ、ブンデスとか、五大リーグ。うん。J から五大リーグに行くっていうケースって、まあ、最近というかね、もう、まあ、少ないじゃん。普通に考えて。うん。まあ、五大リーグってさ、ヨーロッパ五大リーグって、まあ、あの、フランスリーグワン、イングランドプレミアリーグ、ドイツブンデスリーガ、スペインラリーガ、えー、そしてイタリアセリアうん。このね、五大リーグって言われてるとこなんだけど、J リーグから直接で、ここまでたどり着くっていうのは結構、あの、稀なケースなんだよね。未だに。うん。 大体はさそう、ベルギーだったり、まあ、ポルトガルだったり、うん。オランダだったり、うん。そこを経由して、五大リーグっていうパターンがね、結構多いんだけど。だからね、そう、直接、J から直接、あの、五大リーグのトップチームに加入するっていうのは、あの、なかなかないわけよ。うん。でも、サノカイ州は実力でそれを勝ち取ったわけなんだよね。うん、ドイツ・ブンデスリーガ一応、マインツ。うん、マインツもね、 あの、そんなに弱いチームじゃない。むしろ結構強いチームだからね。うん。だそこをせっかく加入内定したのに、このやらかしは本当にもったいない。うん。しかも、ね移籍金をわざわざね、4億から6億ぐらい払って、これだから、うん、やっぱし、日本人への信用っていうのは減るよね。で、次。 えー、日本人イコール、みんな回収だと思われる <laughs>。これちょっとあの、大胆すぎるんだけど、うん極。極論になっちゃうんだけどさ、うん。やっぱりその、一人がなんか差別をすることで、その他のね、あの、同じ国籍の選手が全員そう思われちゃうパターンって結構あると思うんだよ。でここ最近で言ったら、あの、タイムリーなんだけど、エンソフェルなんです。うん。エンソフェルなんですもんなんかフランス人、 でもねなんか差別するようなことを、その優勝、コパアメリカで優勝した時の、なんかバスの中だったかな。で、なんか行ってたらしくて、その動画が拡散されて、で、チェルシーのチームメイトの、あの、まあ、マロギュストだったり、フォファナだったり、あの、誰だそんなもろもろ、フランス人、あの、結構いるんだけど、その辺から、あの <laughs>、インスタをね、リムられるっていう、うん、ことがあり、あったりして、 だからやっぱその回収一人がこれをやらかすことによって今ね、ブンデスにいる日本人とかがやっぱこういうやつなんじゃないかって見られるのはまあ、少なからずあると思うんだよ。うん。だから影響的には結構大きい。な、なぜかってドイツブンデスリが一部二部でプレーしてる日本人選手っていうのは結構多いからね。で、次三つ目なんだけど日本人を取る際の移籍金が見直されるっていうことがあって まあさっきも言ったんだけど、その会イ4億から6億。うん。まあ日本人、ね、J から直接日本人に行く。日本人じゃねえ。J から直接、あの、ブンデスに行く日本人に、に、あの、か、あの、関してはというか、うん、にしては結構、高額なオファーだとは思うんだよ。個人的にね。23歳。で、日本代表も、まあそんなにキャップはない、キャップはないし、あの、海外挑戦もしたことがないと。うん。 で、世界大会とか、ね、アンダーの世界大会とかで結果を出したわけじゃないと。うん。それなのに4億円か6億円って結構まあ、まあまあ、普通ぐらいだねって日本人は言ってるけど、まあ、個人的には結構見積もってくれたなとは思うんだよね。うん。だから、ちょっと正直、すごく残念な。うん。これをやることによって、やっぱり、マインツから、マインツが鹿島に払った4億円か6億円ってどうなるかわかんないんだよね、これ。 佐野が、その、もしね、毎日、あの、対談うん、対談というか、契約ね、解除。なんか、7月21日から合流みたいな。メディカルチェックをあって、正式契約結んで、7月21日からでも一応契約、正式契約なのかな。だから、契約破棄ってなったら、ね、あの、毎日は、その、ね、鹿島からちゃんと遺跡金分、その、取れるのかっていう、遺跡金そのまま、ね、 取り返せるのかっていうのは分からないからね。なんなら、その遺跡金がね、一気に振り込まれるかどうかも分からないしね。うん。だからそういうね、あのー、結構大事な遺跡のタイミングでこういうことをしたのはマジでやばいと思うよ。うん。で、次、最後四つ目なんだけど、香川、長谷部、武藤などが、えー、なんだこれ、んあ、結果を出して、ドイツ国内の日本人の評価を上げたことが、すべて、 シャラになるっていうことで。うん。まあ、香川、長谷部、うん。この辺もね、J から直接ブンデス行って、まあ、長谷部はね、引退まで、ドイツ、うん、にいて、結構な、やっぱり日本人の模範的なね、存在になったりしてて、まあ、香川はね、あの、まあ、香川も J リーグから、えー、ドルトムンと行って、マンチェスターユナイテッドまでたどり着くっていうね、結構な成績を残して、で、この、この面ってなぜ武藤義則を書いたかっていうと、あの、 武藤義則もね、FC 東京から直接、マインツに渡ったわけなんだよ。で、あの、佐野回収もカシマントラズからマインツだよ。うん。だから、J リーグからマインツっていう直接的なルートを、えー、武藤は築き上げて、それプラスアルファで、マインツからニューカッスル。うん。イングラの、イングラのプレミアリーグの、まあ、当時はね、その買収、うん。買収される前のニューカッスルなんだけど、まあ、それでもすごいよね。うん。そこから、そこまで、ステップアップをしたから、武藤は結構、 あの、毎日のサポーターからしたら、うん、日本人はすごく好みだ。好みというか、まあ、無党のおかげで、あの、日本人を好むあの、サポーターってのはいると思うからね。うん。じゃそれをチャラにしたっていうね <laughs>。あのね、佐野会長、まあ、ほんとやばいよ、まじで。うん。あの、ね、これ不規則になるとかね、そういう可能性もあるんだけど、まあ、でも、やっぱ、文春経由じゃない。結構ね、あの、X とかに言われたんだけど、文春経由じゃないのが大きいよねっていう。なんかもう、新聞とかさ、ニュースとかで、ね、 取り上げられて、だからね。だから、文春とかがね、これから、その、ね、佐野改修の、今回の事件だったり、その過去のね、ことだったりを、まあ、調べ上げて、文春が上げるっていうね、あ,あると思うんだけど、大体いいその文春が出した後に、捕まるみたいな、そういうケース、 伊藤淳也がそういうケースだったじゃん。でもそういうケースって、結構その金目当てでやって、ハニートラップの可能性ってはすごく高いんだよ。でも佐野回収の場合は、ね、普通に逮捕されて、普通に新聞ニュースで出てるわけだから、結構、うん、ハニートラップの可能性っていうのは少ないかなとは思うんだよね。うん。だから、うーん、正直残念だし、佐野広大にもちゃんと謝れよって思うね。うん。 ねえ、代が今後ね、日本代表呼ばれるとかになったら、そのね、佐野海修ああ、いつか、あの犯罪者か、<laughs> あの犯罪者の弟なのねっていう、そういう目で見られちゃうからね。うん、だから本当に佐野海修は、うん、まずは、そのね、孔代に、本当に謝ってほしいね、俺は。すごく、孔代もめちゃくちゃいい選手だし、海修もね、マじでいい選手。うん、あんだけね、遠藤渡ると、ね、森田、とかやっぱ、 この辺の選手の後継者としてはすごく、あの、いいね。いい人材。本当に。いや、ボール奪えるし、まあ、運べるし、ね、体もでかいし、スピードもあるし、うん。そういう選手がね、ちょっと今後の選手生命どうなるかわかんないんだけど、ちょっともったいないね。うん。ということで言わせてもらいました。えー、まあ、回収。お前何やってんだよ。